はい、皆さんこんにちは。今週も始まりました、 FM 那覇かなさん堂 with おしりとバーベルの時間です。この番組はフィットネスをもっと身近に感じてもらい、少しでも多くの方に興味を持ってもらうため、フィットネスについて楽しくお伝えする番組となっています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店キクニク、石垣島の歌と料理の店アッパリシャンの提供でお送りします。かなさん堂 with おしりとバーベル、メイン MC を務めます浦添市実着のサロンドシャルムというエステサロンでトータルビューティーアドバイザーをしています、かなさんこと小橋がかなえです。よろしくお願いします。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのは、マインドボディ沖縄のパーソナルトレーナー兼カウンセラーのさっくーこと佐久川正幸。はい、よろしくお願いします。そして今日も素敵なゲストに来ていただいております。後ほどご紹介したいと思います。はい、はい、早速ですが本日のゲストをご紹介したいと思います。マミー、自己紹介お願いします。カニザベスマミーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、マミーさんと私が出会ったのは何月だっけ？3月じゃないですか。3月の、水木さんのセミナーね、はい、セミナーで出会って、それから同じ大会に出ようかなということで、それから何度か一緒にトレーニングもさせていただいて今日に至る感じたんですけどマミー、筋トレにハマる前の運動歴、はい、スポーツ歴教えてください。5歳の頃から剣道をやっていて。わあ、すごい。で、中学校ではなぎなたで、高校ではダンスやって、でそれで専門に上がったんですけど、うん、海外に行って何もすることなかったので太ってしまい、ジムにあ、でもヨガから入りましたね。ヨガから始まって、うん、ジムに通いました。この、あの強い心はじゃあ剣道のなぎなたで鍛えられたんですか？そうじゃないですかねもう別の心の持ち主で、筋トレ始めたのは、ダイエットが最初目的ですか？そうですね、痩せたかったので、うんうんうん。これ何歳の時？19歳ですね。19歳。で、それからはもうずっと筋トレだけです？そうですね、そうですね、ずっと筋トレですね、それからは。じゃあ何年ぐらいやってるんですか？6年。すごいね。6年。でもちょっと妊娠したりとかです、うんうんうん、その間空いてた？はい、空いてました、うん。クロスフィットもやってたんだよね。あ、そうかそうか、やってましたね。そうかそうかそうですね、クロスフィットもやってました。クロスフィットどれぐらいやってたの？クロスフィットは1年ぐらいですかね。結構やってた。すごいね、うん、あのアジアの方でやってました。井上さん、あ、うんうんうん、すごいねいきなり歌子さんを出してきたね。でも私が辞めてから来た感じなので、かぶってはないです。うん、で今回、大会に初出場だったんですよね、コンテストは。はい、出ようと思ったきっかけ教えていただけますか？ちょっと腹筋がどうしても絞れなかったので、うん、大会に出るっていうことで、うん、自分から逃げない環境を作るためにちょっと大会に出ようかなって出ました過酷な4ヶ月だったよね、はい、出るって決めてからね。もう大変でしたね、あれは私初めて会ったけど、この人本当に大会出るのかなってぶっちゃけ思ったぐらい。本当に本当に。
親にも今から絞るって言ってたから、ただ見るたんびになんか過酷なことをやってるからすごい根性すごいなと思って、まあ、クロスフィットの基礎があったからできたんじゃないですかね。きついですよねクロスフィット。あれ乗り越えたらもう怖いものないでしょ今。ある食欲ちょっと食欲が怖いですね今。あの減量終わってからの、うん、今回初めて、あすいません何の大会に出たか教えてもらっていいですか。 NPCJ 沖縄はカテゴリーがビキニのノービスで、うん、はい、で、4位入賞、はい、初めての大会で、はい、いかがでしたでしょうか。楽しかったですね、うん、思ってた以上に、うん、どうなるかと思ったんですけど最初は、うん、でも全然楽しかったですよね。楽しかった、うん、私は楽しかったですよ。私も楽しかったです。緊張しなかったです。いや全いや当日意外と緊張してなかったよね。うん、結構すると思ったんですよ、うん、で震えてこけたらどうしようとか思ってたんですけど、うん、全然意外と大丈夫でしたね。多分だからそれまでの過程がね、うん、頑張ってきたきつい過程があったから、うんうん、もう解放感だったんでしょうね、うん、これが終わったらしゅっちゅう言ってたもんね。あれ食べたいこれ食べたいって。で終わってみてまた何か課題みたいのが見つかりました。そうですね、ちょっと今回はもうげっそりしすぎたので、うん、次はもうちゃんと筋量も残してなんだろうちゃんと計画的に絞ります。サクから質問ありますか。はい。いきなり振られてびっくりした。そうですね、質問っていうかなんで急に海外行ったんですか。あ私、はい、あもう英語の勉強のために、はい、筋トレじゃないですよ。英語なんで英語をやろうと思ったんですか。すいません掘り下げて。いやー旅行会社に就きたくて、ああそれで添乗員になりたくて、ああ結果添乗員になってない。CA やったんですよ。CA じゃないわ。CA とはまた別です。で2年ぐらい海外に出没してました、ね、出没っていうのは出没ってなんか誰かが発見したみたいな感じの言い方です。あいつ出没してた。でその夢っていうのは、夢というか目標っていうのは途中で変わったんですか。うん、そうですね変わりましたね、うん、あっちに行って、うんうんうん、なんか世界が変わって、うん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 、で添乗員にはなった。やりましたやってました。はい、なったけどやっぱり違うな、思ってたのと違うなって感じ。でも楽しかったですけどね、うん、でもなんか別のことやりたいな。あ英語やっぱできたらなんか広がるじゃないですか。そうですね。別のこと今はお仕事って聞いて、英語教えてます。あ子供たちに。あそうなんですね。はい、そっか。英語でかっこいいよ。英語で喋るからちょっと習わんといけないですね。大人にも教えてくれるんですか。子供よりできないから。あでも子供今高校生までいますね。お大人でも教えてくれる。大人もちょっと社長に聞いて。社長に聞いて。ああ雇われてるんですね。うん、違う普通に教えてくれた。ああそれは、うん、個人レッスンみたいなやつ。あはい。私たちも英語でラジオができるようになったらいいなっていう。いいね、ああかっこいいですね。聞いてる人日本人か。いいですか。はい。もう、はい、他にないですか。他にないですか。まあはい。大丈夫です。何のために行ったのアメリカ行ったのかなだけちょっと気になって、ただポンって行ったのかなと思ったりしたんですけど。あ行きそうだよね、うん、でもね。なんかはい。あでも全然英語全くできない状態から行った。うん、でもそれは知らずですよね。うん、本当に。学校に行ったんじゃなくて普通に。学校にも行きました。学校に行ったのとワーキングホリデーで。素晴らしい。行動力はすごいですね、はい、やっぱりね。はい、減量は大体何キロぐらい。トータルですか。はい、なんかそれが結構微妙なラインで、うん、一応減量を始める前にはちょっとしたダイエットはしてて、うん、減量っては言わないとは思うんですけど、うんうんうん、で減量開始からだと 8-9 キロ、うん、水抜きも入れて、うん、そうですね、うんうんうん、3ヶ月ぐらいだったよね。4ヶ月4ヶ月じゃないですかね。
4ヶ月で9キロってすごいな。うん、過酷。でもなんか最近会った時にオートミールが美味しくなってきたって言ってたじゃん。そうなんですよ。あの時はオートミールなんか食べたくないって言ってたのに、うん、時短もありますね。時短わかります？すぐできるから。慣れてくるんだろうね、うん、味覚が、ね。はい、恋しくなってくるのなんか、うんうんうん、分からん。あるんですよ、恋しくなるの、うん、あ、オートミール最近食べてないなみたいな、うんうんうん、お昼はオートミールみたいな。あ、そしたらじゃあでも体重の増減そんなに。そうですね、もう一定のところまで来たら止まっちゃった。止まりました、うんうん、もう結構食べてる感じなんですけどね。ねえ、見てるのは食べてるようにしか見えないけどね、うんうん、でも止まってます。最近たまにあのすごいインスタで食べ物ばっかりあげるから食レポかって送ったぐらい食べてる、うん、けどそんなに増えてないね。増えないです ね。大会1週間後からは止まってます、うん、あ、1週間で一気に増えた。はいはい、増えたんです一気に。え、目標は、今後の目標を聞いていいですか。来年の NPCJ に向けてまた。もう大会はそれ一本っていうのを決めてるんですか。なんか。そうですね、今のところはそこしかないですかね。うん、じゃあ来年の NPCJ、うん、今度は1年かけてしっかりと、はい、体を作って、って半年前から減量してそうですね、そうですね、本当に筋肉残して。同じ失敗はしないです失敗っていうかいい経験だったよね、うん、そうそうです ね、それがないと分からなかったので、ね、うんうんうん、でもすごい、もう本当に私最初会った時と大会当日と全く別人だったから、うん、はあ、すごいなと思って。今しかできないからね、本当に本当に35になってできないからねやりたくてもできないもん、怖くて、うん、そうっすよね、食べることもそんなに食べれないし、うん、いきなり9キロ落とすとかっていうのも、うん、多分もう無理になってくるから、うん、本当にあの経験って多分この25歳 の、 この今しかできなかったと思う、うんうん、確かに体力的にも、ね、そうそうそう、体力的にも、はい、はい、じゃあ CM 行っていいですか。 CM 行ってくださいすいません、はい。はい、次のコーナーに行きたいと思います。今週の Q&A、 はい最近ちょっとあれなんです、ゲストから質問をいただくことにしてるんですけど、はい、じゃあマミさん質問お願いします、はい、作川さんに聞きたいんですけど、はい、大会の予定はありますか。見たいんですよ。なんかね、うん、やっぱ今の状態だと、うん、お前本当になんかフィットネスに携わってるやつなのかみたいなっていう風に思われてるだろうなって思ってるんですよ、最近聞かれたってば。はい、作川さんって今年何も出ないんですかって言って、なんだずっとあの体型なんですかって聞かれたって。多分ずっと出てたので5年ぐらい、うん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 、だから夏になったら絞るっていう風に思われてるんじゃないですか。あ、休憩で一応インスタで今年の初めに今年は出ませんよっていう風に言ってましたね。言ってたんですけど、うんうん、まあ見てないんでしょうね、うん、多分見てない人多い、うん、まあで結論を言えば、うん、一応出たいんですよ、ずっと、うん、ずっと出たいんですけど、うん、やっぱりまず一つは、まあ、今年から個人で動き始めたので、うん、でそれで例えばコンテストに出て、うん、で豆さんも分かると思うんですけど、うん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 、コンテストの直前ってかなり絞り込むんですよ、うんうんうん、で判断力とかが鈍ってくるんですよ。うん、そうですね、うんうんうん、でその状態になってくるとやっぱり個人の仕事っていうのは全部自分に来るじゃないですか。そうですね、金さん、そうですよ、はい、そうですってなった時に何かやらかしてしまう可能性とリスクが高いと、うんうんうん、だ大会に出てまでそのリスクを取る必要がない、うん、っていうのを判断しました。そうですね、うん、でそれがまず一つと、であと一つは、まあ、子供が、うんうんうん、去年生まれて、まあ、今月1歳なんですけど、うん、今大会に出てしまうと、
まあ、やっぱり食事とかがかなり厳しくなってきて、でそれを見てる嫁が多分ストレスを感じる可能性がある、うん、ってなると大会出て周りに迷惑がかなりかかる、うん、ってなって出たら意味がないっていうか、うん、大会私が出る理由は、うん、まあ、私ポージングが好きなんですけど、うん、ポージングでこうちょっとでも楽しんでほしいっていうのがあるので、なんか周りのためにやるのに、うんうんうん、周りに迷惑かけてたら、うん、全く意味がないなと。そうだね、一番身近な人に迷惑かけるのだね、うん、そうですね。私の友達も作川さんにポージング習いたいって言ってましたよ。あ、そうなんですね、うん、おー、ありがとうございます。すごいよ、うんうんうん、見たことある？ないんですよ、だから見たいです。あのポージングだけだったらいつでもできます脱がなければ、俺は脱がないけど、脱がなければいつでもできる。で、あとなんかちょっと健康的に最近ちょっと変わってきてて、うん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 、なんかあまり食べれなくなってきてる、うん、食べれないのに落ちないみたいな、うんうん、っていうな、多分ちょっと体の中でいろんなことが起きてる可能性があるので、うんうん、しっかりメンテナンスして、うんうん、この競技はかなり好きなので、うん、ずっと出たい。みんな出たいですよね、はい、出たいですね。体力が持てば。好きじゃないとできないですよね、うん、だからただ、うん、やっぱりバランスだよね、まあ、ライフワークバランスっていうか、うん、はい、仕事もしながら家庭もあって、うん、プラスアルファの競技だから、うん、このね、他のところがうまくいってないと、うん、はい、そこには集中できない。いや、なんかそれだけでやってる人だったらいいと思うんですけど、まあ現実をしっかり見た時に、うん、私の体の素質でいけるところはだいたいこれぐらいだろうなっていうの分かるんですよ、うんうん、でそれが世界大会とか出るんだったらこれ一本でもいいと思うんですけど、うん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 、現実的に考えてそれが難しい、うん、って考えたらやっぱり全体のバランスを取った方がいいなって思ったので、うで、ね、でやっぱりね、死ぬまでやりたいんで、うん、筋トレをね、うん、その先から考えたら、うんうん、今ちょっと休むことは大したことないんで、うんうんうん、だから出れる状態になったらいつでも出ます、うんうん、まあ、体と相談して。そうです、来年かもしれないし再来年かもしれないし、タイミングで、はい、体は作っていく予定ではあるんで、うん、だからなんかずっとさっきかなえさんが言ったみたいな状態に思ってる人もちょっといるかもしれないんですけど、多分周りは分からないと思うんですけど、うんうん、私は自分で自分の体を見て中身がかなり変わってきてるので、うんうんうん、多分次出る時にはびっくりするんじゃないかなと。次出る時には、そう期待しとこうね。じゃない、期待してもらって、はい、あ、全然大丈夫です、はい、かなりすごい状態。多分5年出てきたからこその休憩を得て、うん、やってきっと進化するでしょう。進化してね、はい、楽しみです。はい、はい、こんな感じでいいですか？はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。はい、他にありますか？あ、かなえさんに質問したいです。はい、どうぞ。いつも頑張ってるじゃないですか、とっても頑張って、私から見て頑張ってるんですよ、はい、だから疲れた時に癒す、うん、自分を癒す方法っていうんですかね、なんだろう、自分この気持ちの余裕をどこから取り入れてるっていうんですかね。気持ちの余裕あるかな全然。でも多分私動いてないと死ぬタイプなんですよ、うんうんうん、だから逆に何もやってない時の方がストレスで。あ、確かに24時間動いてる感じですよ寝てる時ぐらいは、うんうん、寝てる時が止まってるけどそれ以外は基本的に休みの日もお家にいないし、うんうん、寝てる時も動いてるかもしれない幽体離脱してるかもしれない、そうしてるかもしれない、ジムに行ってるかもしれない、うん、本当にトレーニングがストレス発散になってることだけは間違いない。やっぱりちょっとモヤモヤした時とかはトレーニングがストレス発散になってることだけは間違いないですね。心の余裕は多分年齢の問題だと思いますよ。いろんな経験とか、うん、いろんな人と関わってきたりとかしてる中でやっぱり自分も助けられたりとかっていうのをしてきたので、うん、それをやっぱりみんなにやってあげたいなっていう気持ちはすごいあって、うん、でもそれも経験と年齢と積み重ねかなでも余裕あるかな、これちょっとまた心理的な話です、うんうん、ちょっとまあ今映像で見えないんですけど、うんうん、皆さんちょっと上見ながら悪口とか言いにくくないですか？うん、言いにくいですよね、うん、下見たら言えますよね、うん、で筋トレって、うん、下見てても大体絶対上向くんですよ、うん、上か前向くんですよ、うん、デッドリフトも下見たら上向くじゃないですか、うん、でラットプルダウンも上見てるじゃないですか、うん、ベンチプレスも上見てる、うん、腹筋も上見てる、うん、スクワットも下見てないですよ、うん、
大体上見てるから、うんうん、上見てる動作っていうのは全部ポジティブなんですよ。サックの好きな心理学が入ってる。あ、好きなんですか？そう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 筋トレと心理学、まあ、いや私めっちゃ心理学今勉強してますので、だからそれでポジティブになってるんじゃないですかね。確かにトレーニングしてる人ってポジティブですよね。そう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 、だからそれは大きいかな一番、うん、もうとにかく動いとけば忘れるでしょっていう感じ。そうですね、うん、マミもそうでしょ。そうですね、あんまりマミの方が強いと思うよ私どっちかっていうと25歳の自分を思い返した時にマミぐらいの考えはできなかった。あ、何してたんですか25歳。25歳、うん、聞く聞かない方がいいと思う。離婚した後のどんどんでもだからそういういろんな経験を積み重ねて上でので、自分ずっと趣味がなくて何も子育てをずっと20歳から子育てしてたので自由な時間とか趣味が全くない中での筋トレと出会ってるんですよ、うんうん、だから本当にそれがもう息抜きになってる、うんうん、かな。今までいっぱい頑張ってきたから、うん、ご褒美で今自由なんじゃないですか。そう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 、うんうん、だと思ってやりたいようにやってます、うんうん、30何歳ぐらいの時って自由じゃないじゃないですか、うんうん、みんなそうだよね、うん、周りそうみんな忙しくて遊ばれていないんですよ本当に。だからもうジム行くしかなくってそう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 、頑張ったら必ず帰ってきてますね、うん、だからそう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 、今自由にやってるのはもう本当に自分が20歳20代はもうずっと子育て仕事しかやってなかったから、うん、本当に今青春してる感じです、うん、いいですね、素晴らしい、うん、はい、でまた CM 時間なくて、はい、もうそのままエンディングへお願いします。はい、わかりました、はい、もう終わるみたいなんですが、はい、最初緊張したけど全然大丈夫そうでしょ。大丈夫ただのおしゃべりです。ただのおしゃべりでしょ。大丈夫でした。すぐ終わります、うん、全然大丈夫でしょ。イベントの告知していいですか。先に何かあります。あ、じゃあ先にやってもらっていいですよ、はい、どうぞ、はい、いいですか、はい、まずですね、一番近いイベントが9月8日ですね、ハイサイ運動祭という大人の運動会が開催されます。前回、ゲストに来ていただいた時にもお話しさせていただいたんですけども、9月8日日曜日、場所が浦添の屋内運動競技場ですね。開始が2時、受付開始が1時半かな、で2時開始かな。ゲストも豪華なゲストをお呼びして商品豪華商品用意しているので、ぜひエントリーお待ちしています。1人からでも参加できますし、5人1組でも参加可能です。大人の運動会です。チャリティーイベントになってますので、もしいらない洋服とか靴があったら持ってきていただいたら発展途上国の方に寄付させていただきます。そしてあと一つ、沖縄フィットネスガールズ主催で、女子のための女子のためのなんだっけ沖縄のフィットネス女子のためのビーチパーティーを開催します。9月23日月曜日ですね。一応予定は西原キラキラビーチの方で開催する予定になっています。今のところも10名集まってるので開催は決定だと思うんですけども、もしよければサックお手伝いお願いしますでそれであと参加したい人、筋トレしてる人だけじゃなくてフィットネスに興味のある人だったりとか大会に今日出てみたいなと思う人、これからトレーニングしたいなとかダイエットしたいなとかっていう人、女子であれば参加は OK ですのでぜひインスタグラムから DM ください。はい、沖縄の人じゃなくてもいいですよ全然はい、お待ちしてます、はい、じゃあちょっと簡単にお知らせというか、はい、私が一応パーソナルトレーニングで活動もしてるんですけど、ちょっと心的にちょっと悩みがあるなって人も相談受け付けていて、まあ今数名見ている人もいるんですけど、うんうん、それを運動とかそれとまあ重ね合わせながら、まあ、楽しく続けれる、うん、まあ、フィットネスをまあ提案していこうと思ってるんで、まあ、ちょっとなんか気になることがあればぜひ私までインスタとか、まあ、フェイスブックから DM ください。私も相談しようかな。じゃあ花井さんも何回か相談してるでもなんかちょっと私厳しいわけさ、うん、はい、ね、花井さんは叩かれた方が強くなる厳しい方がいいですよね、はい、うんうんとか言ってるということで、はい、じゃあQ&A コーナーへの質問は LINE@ にて受け付けております。 ID 検索で AHK5132Y、
私はサックのインスタの DM でも受け付けています。番組内で採用された方には豪華プレゼントをご用意しています。ぜひたくさんの質問お待ちしています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店菊肉、石垣島の歌と料理の店アッパリシャンの提供でお送りしました。また来週もよろしくお願いします。お願いします。